ニコニコ波動ゆうです。はい、そう、今日はねちょっと紹介してなかったものを、紹介してなかった購入品紹介を、しようかなと思ってて、秋華賞の日かに馬券を買いに行ったついでに、ターフィーショップって言って、競馬グッズが売ってるお店があるんですよ。そこに寄ったのね。そしたら、新商品が売ってあったの。3つ買ってきたんで、それを紹介しようかなって思います。はい、はい、で、その前に、最近の、HH の新作を、ちょこっと紹介したいと思うんですけども、まずは、こちらはファンティア限定なんですけども、72時間限定価格で、最安値で出している年に一度のブラックサンデーセールっていうのを、開催しております。はい、女の子たちとのコラボ作品から、ユーの、絡み作品まで、まあ、様々出していますので、まだ見てない作品がありましたらこの機会にぜひ、ご覧ください。はい、であとはいろんなエチエチなポーズで、撮った、あそこの111回コスコス作品はい、今回はパンティーバージョンと、あとパンティー脱いだバージョンで、撮ってみました。パンティー脱いだバージョンはちょっと初めてやるんで超恥ずかしかったんですけど、コスコスしてる時にちょっとね濡れちゃいました恥ずかしくて分かんないんだけど、なんでか分かんないけど濡れててはい、まあこちらもぜひ見てみてください。貴重な作品です。はい、あとはミレイちゃんのファンの視聴者さんを呼んで、5分1ラウンドの、HH ゲームで、まあ、ミレイちゃんがリードしてやる絡み作品なんですけど、ゲームにクリアできなかったらミレちゃんが素顔を公開するっていう罰ゲーム付きでやったんですよ。そしたらまさかの展開になりましてで今回のみミレちゃんの初顔出しシーンもあります。はい、でスッポンポンでの生ハメシーンもありますので、貴重な内容になってるのでよかったら見てみてください。はい、まあ、他にもいろいろ出してるのでそちらは下の概要欄に You の X のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるのでそこをチェックしてみてみてください。はい、ではそのねターフィーショップで買ってきた、グッズなんですけど、まず1つ目、じゃん。さあこの子誰でしょうもう見えてると思うんだけど、オークス第84回オークスで優勝したリバティアイランドでございます。はい、リバティアイランドのあれアイドルホースも出たんですよ。知ってました？みんな可愛くない？この子の髪飾り可愛いよねはい、こんな感じで一周見せますね。可愛いっしょねえ、やばいよね、癒されるよねこうやってちょこんって乗るんですよ、可愛いよね。はい、まずこれでございます。続きまして、あ、ちょっとこれ飛ぼうかな。あ、なんと可愛い。あ、いいねちょっとキモいわ自分そしてちょっとリバティアイランド尽くしのですが、こちらのポスターも売ってあったんですよ。どうですかこれ、リバティアイランド×川田騎手。はい、最強コンビですね。2023年 JRA 賞最優秀3歳牝馬に輝いた秋華賞の時のやつなんですよね。はい、どうですかこれは、かっこよくないですかこれはお家に飾っとこうかなと思うんですけど、はい、これとあと最後3つ目がこちらです。じゃじゃん、去年のジャパンカップでラストランで優勝したイクイノックスです。でさ、今までと違うのがここの首飾り、なんて書いてあるかっていうと見えますか、ここ。そう、2023年のワールドベスト
レースホースランキングっていうのがあって、そうで、1位なんですよ。世界ランク1位なんですよ、このイクイノックスってすごいよね。でその称号としてこんな感じで首飾りがついてて、すごくないこれ。そうこれも新作であったので思わず買ってきちゃいましたね、いいでしょうちょっと自慢も兼ねて紹介しました。はい、以上ですはい、最後までご視聴いただきありがとうございましたじゃあ終わります。バイバーイ。